どうもこんにちは、ドクターケンです。今日はですね、誰でもわかる細菌講座第27回ということで、バクテロイデスのお話をしてみたいと思います。バクテロイデスってね、あんまり馴染みのない菌の名前かと思うんですけども、これね、めちゃめちゃ重要な菌なんですよ。これね、ちょっとね、クイズを出そうと思うんですけども、あなたの腸の中に一番多い菌っていうのはね、何でしょう？大腸菌っていう風にね、答えた方はね、うまく引っかかってくれた方ですね。なんとね、これ一番腸の中に多い菌というのはこのバクテロイデスなんですね。例えばね、便 1g の中に大腸菌はどれぐらいいるかっていうとですね、 1g 中に1億匹いるっていう風に、匹って数えるのかな、1億個いるんですね。で、よく聞くね、ビフィズス菌っていうのをいますけれども、それはどれぐらいいるのかっていうとですね、便 1g 中に、これがね、ちょっと桁がまた全然違うんですけど、1兆個いるんですね。で、このバクテロイデスはどれぐらいいるのかっていうと、またね、桁が違って 1g 中に100兆もいるんですね。だからね、大腸菌とはね、もう全然比べ物にならんぐらい便の中にその菌が多いわけなんです。皆さんね、自分のお腹の中にいる菌分かってなかったでしょ。だけど今日はね、その菌が、どういうふうな悪さをするのかとかね、その治療とかをどうすればいいのかとか、そういったことをお話ししていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。ではまずですね、バクテロイデスの細菌学的な特徴から見ていきます。まずバクテロイデスはグラム陰性杆菌ですね。で、胸膜を持っているのも一つの特徴です。で、この腸の中ってね、腸をパカッと開けるとね、臭い匂いが出てきますけれども、いわゆるうんこの匂いですね。で、これはね、バクテロイデスが臭い、脂肪酸を作ることができて、それが匂いの元になってるんですね。で、このバクテロイデスはですね、抗生剤が効きにくいっていうことがあって、広く耐性を持っています。具体的に言うと、ベータラクタマーゼっていうのを産生してですね、ベータラクタム管を持つようなペニシリン系とかセフェム系とかの薬剤に対して耐性を持ってるわけですね。で、このバクテロイデスはですね、嫌気性菌の一つですけども、嫌気性菌に対してよく使用される抗生剤でですね、クリンダマイシンという薬があります。で、このバクテロイデスはクリンダマイシンに対しても耐性を持ってるんですね。だから昔はね、使えてたりしたんですけれども、最近はもうクリンダマイシンに耐性があるのが多いんで、もしね、バクテロイデスの感染があったりした時に、経験的に使えないわけですね。で、このバクテロイデスはですね、他にエンドトキシンを産生しないっていうのが、これも一つの大きな特徴で、普通ね、グラム陰性杆菌とかだと、陰性杆菌のね、細胞膜の表面にはリポポリサッカライドっていうのがありますけれども、そのリポポリサッカライドっていうのはエンドトキシンを産生する元になるんですね。で、このバクテロイデスはそのグラム陰性杆菌なんですけれども、このエンドトキシンの産生っていうのはほとんどないっていうのは特徴です。で、どういうところにいるかっていうと、さっきも、ちょっとお話ししましたけれども、腸の中にいるんですね。他にも、呼吸器系とかですね、尿路のところにもちょっといたりはするんですけれども、大多数は腸の中にいます。特にですね、この横隔膜のところの、それより下のところに菌が多いですね。で、バクテロイデスって言ってもですね、たくさん種類はあるんですけれども、もうベストオブベストのバクテロイデスはですね、もうバクテロイデスフラジリス。これだけ覚えておけばいいかなと思います。では、バクテロイデスの病態性について見ていきましょう。バクテロイデスは胸膜を持っていて、その胸膜を持っているとですね、人間の鈍色細胞に鈍色されにくくなります。で、このバクテロイデスはどういう病気を起こすかというと、腹膜炎とかですね、ほんで、そこから派生して、脳瘍を作ることになります。で、腸が破けたりするとね、そこからバクテロイデスが出ていって、ほんで、腹膜のところにくっつきます。で、そうすると、そこでまた、バーっと菌が増えて、で、白血球とかも来てですね、そこに膿が形成されるんですね。で、外傷とか腸が破けたりすると、そういったことが起こるわけなんですけれども、で、そこで膿が溜まったやつがですね、次全身に回ったりすると、菌血症になっていく。
まあ、そういう病態整理になるわけです。このバクテロイデスが起こす病気っていうのは、まあ、いくつかもう限られたものになるんですけれども、まずはですね、腸が破けたりして腹腔内に脳瘍ができるような場合が一つと、で他にはですね、骨盤の中に脳瘍ができるような場合もあるし、で骨盤の中には子宮もありますよね。でその子宮のですね、附属起炎って言って卵管とか、あと卵巣のところに炎症を起こす場合もある。で膿が形成されたりすると、そこから菌が全身に乗って菌血症を起こしたりもします。で時々ですね、肺の方にも悪さをして、脳胸って言って肺の方に膿が溜まったりするような病気も引き起こすことがあります。でこの脳胸の人とかを見るとね、こうプスッとついて中の膿を調べたりしますけれども、その調べた膿をですね、ちょっとこう嗅いでみたりして、もううんこの匂いがしたらね、これはもうお腹の中のこうバクテロイデスが原因じゃないかなっていうふうに考えたりします。まあ、クレブシリアとかね、そういう腸の中の菌だったりもすることもあるんですけども、まずはこのね、バクテロイデスなんかを、頭の中に思い浮かべたりします。この上の表はですね、手術をするときに予防的な抗生物質を投与したりする、まあそういうガイドラインが出てるわけなんですけども、お腹のね、こう腸の手術をするときなんかは、こう腸をいじったりするとね、バイ菌が外に漏れ出ちゃうことがあるんで、予防的な抗生物質を投与する必要があるんですね。でここのガイドラインでは何が書いてあるかっていうとですね、こうまずターゲットにしている菌っていうのはバクテロイデスが書かれてます。あと他のまあ腸内細菌、大腸菌とかですね、クレブシエラとか、まあそういった菌もターゲットに入れないといけないんですけども、どういう抗生物質を使うかっていうとですね、まず一つはセフメタゾールで、次に書いてある FMOX っていうのはですね、フロモキセフっていうお薬ですね。で他にはセファゾリンプラスメトロニダゾールっていうようなチョイスになってきます。いずれもですね、腱基性菌を広くカバーできるような抗生物質のチョイスになっていて、まあお腹の中っていうのはね、腱基性菌がたくさんいるんで、まあそういうふうな選択肢になるのは妥当かなと思います。で海があったらですね、抗生物質だけではなかなか良くならなくって、これはね、外にこうかき出してきれいにしてやらないといけないんですね。まあ、そういうのをドレナージっていうふうに言いますけれども、膿があればドレナージプラス抗生物質の治療が必要になってくる。でこの膿があるとね、なんで抗生物質効きにくいかっていうとですね、まずその抗生剤っていうのはね、効果が出るのはpH がですね、大体中性で一番効くように作られてるんですね。でこの海はどういう風になってるかっていうと、大体酸性に傾いていて、この酸性の環境下ではですね、抗生剤が一番こういい効果を出せないんですね。でさらにですね、海っていうこうね、血管が中に入っていってないんで、抗生物質が中の方まで到達しにくい、まあこういうのでもまあ効きにくいっていうのもありますね。でまあだからもう海があったらもう外に出さなきゃいけないっていうのが原則になります。でこういうまあ海、バクテロイデスが原因で感染症を起こしてたら、どういう抗生物質を使うかっていうとですね、まあ、先ほど言ったのとちょっと被るんですけれども、まあ、一つはメトロニダゾールとか、あと乳機能論系のですね、モキシフロキサシンっていうお薬とか、あとセフメタゾール、フロモキセフっていうような薬がよく使われたりします。今日はバクテロイデスのお話をしました。バクテロイデスにもね、いろいろ種類があって、バクテロイデスフラジリス以外にもですね、バクテロイデスプレビウスっていう菌もいて、これはね、そんな病気を起こす菌じゃないんですけども、日本人ってね、海苔をたくさん食べますよね。なんか料亭とかね、行ったりすると絶対もう海苔出てくるし、まあ大体こう食卓にね、海苔が出るような家庭も多いんじゃないかなと思うんですけれども、このね、海苔ってね、外国人の人海苔食べたらね、そのまま黒いのがうんこに出ちゃうんですね。これなんでかっていうと、海苔をね、分解できるその腸になってない。日本人はね、このバクテロイデスプレビウスっていう菌がいるおかげで、海苔をちゃんとね、消化できるような人種になってるんですね。海苔をね、食べるのって他のね、海外の人たちあんま食べないんで、まあそういうもの自体こう腸の中に備わってないわけなんですけども、まあ、日本人は、まあ、そういう菌をね持ってるからちゃんと消化できるようになってるわけですね。
で今日は、ちょっと話はそれましたけども、まあ、バクテロイデスっていうのはですね、腸の中に一番多い菌で、で農薬を作ったりする菌の一つだと。で、まあ、治療もちょっとこう普通のね、薬とかじゃ効かなくって、まあ、それに対して効くような、まあ、セフメタゾールとかフロモキセフとかあとメトロニダゾールとかそういう普段ちょっと使わないような薬をチョイスしないと治せないということをね、知っとっていただけたらいいかなと思います。今日の動画は以上になります。また登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。